ブラッドリーは昔、私の城へ何度か侵入をしてきたことがある。今日も私の隙をついて部屋へ忍び込もうとしているようだ。だが、誕生日だからといって見逃すつもりはない。今日はブラッドリーの誕生日なのですね。銃を扱うブラッドリーは、 とてもかっこいいと思います。以前銃の使い方を少しだけ教えてもらったことがあるのですが、教え方がとてもわかりやすくて、また教えてもらえないか、これからお願いしに行ってみようと思います。うわすごい量のフライドチキンだな。ブラッドリーの誕生日だからか。確かに、 あいつならこのくらい余裕で平らげるだろうが、きっとこの量を作るのは大変だったろうな。お誕生日おめでとうございます、ブラッドリー。ネロからもらった美味しいお菓子を特別に三つ。二つ分けてあげます。 ブラッドリーの兄貴、誕生日おめでとう。強くて、賢くて、かっこいい兄貴に、ちょっとお願いしたいことがあるんだけどなぁ。力を貸してくれないかなぁ。むむ。あやつ、フライドチキンに夢中でちっとも聞いておらぬな。ブラッドリーちゃん、誕生日おめでとう。 やんちゃで若くてかわいいお主にプレゼントしたいものがあるんだけどなぁ。むむ。あやつフライドチキンに夢中でちっとも聞いておらぬな。誕生日おめでとうございます、ブラッドリー。あなたは肉が好きなんでしたっけヘビや熊の肉もうまいですよ。 ブラッドリー、誕生日おめでとう。せっかく祝ってあげてるのに、なんでそんなに避けるのさ。たまには一緒におしゃべりしようよ。ブラッドリーの誕生日それなら、ネロに作ってもらったフライドチキンを贈れば一番喜ぶんじゃないかあいつは肉ばかり食べているようだからな。 野菜も食べないと栄養が偏るとは思うが。いつか俺が、俺たち東の魔法使いが、本当に臆病者かどうかを分からせてやるよ。けど、今日はあんたの誕生日だからな。夕飯のおかずを少しなら分けてやってもいいぜ。 ブラッドリーの銃、装飾が綺麗で、いつも見とれちゃうんですよね。職人のこだわりが感じられるものを愛用しているブラッドリーは、かっこいいなって、ひそかに思ってます。ブラッドリーくんの誕生日へえ、そいつは知らなかったな。 まあ,あ、そこのフライドチキンの山には手つけないでおいてくれ。ちょっと作りすぎたけど、どうせ腹すかせたバカが全部食っちまうだろうからさ。ブラッドリー、誕生日おめでとうございます。あなたはお行儀の良いお客様ですし、私のバーではいつでも歓迎ですよ。あなた一人だけなら。 ですけど。お誕生日おめでとう、ブラッド今日は特別に君の子分になりきってあげるヘイボス次はどこのお宝を狙いましょうかお誕生日おめでとう、ブラッドリー。ちょっと怖いけど、実はかっこいいなぁ、なんて思ってたりして。 ああ、いや、なんでもない、なんでもない。でも、やっぱりちょっとかっこいい。お誕生日おめでとう、ブラッドリー。何かを集めるのが趣味というところで、僕たちは似ているかもしれないね。今度、僕の収集したティーカップを見に来てほしいな。君が好きそうな思考を凝らしたデザインのものもあるんだ。 こんなめでたい日くらいは俺の顔なんて見たくないってもうブラッドリーはひどいなせっかくくしゃみに効きそうなお薬でもあげようかと思ったのに勇気があるなら試してみるお誕生日おめでとうございますブラッドリーさんはよくお肉料理をつまみ食いしてるってみちるが言っていたので ロリトデポロを作ってみました南の国の郷土料理なんですけどお口に合ったら嬉しいです「ブラッドリー誕生日おめでとう」「今度一緒に釣りをしてみないか」「肉もいいがたまには魚も食べるといい」「ブラッドリーさん お誕生日おめでとうございます。ブラッドリーさんはいろんなことを教えてくれるし、ちょっとだけかっこいいなと思います。ちょっとだけですよ。うまい料理にうまい酒、最高の気分だぜ。おい、ケンジャ、こっちに来い。<laughs> 何ビビってんだよ。今日はいい気分だから。 俺様の好物を特別に分けてやるってだけだ。別にお前を取って食ったりしねえよ。 うまそうなケーキじゃねえか来年も期待してるぜ食い切れないほどのケーキと肉をな うまい俺はこの料理を作り出した奴こそ、天才だと思うね。